柴太郎おんちゃん木彫り熊発祥の地八雲町で工房を訪ねました。小さい子熊を作ってる子熊と申します。あら、子熊さん、名前に熊があるんですね。個性の違った木の面を生かすのが子熊さんの作風。確かに一つ一つ表情が違って見えますね。おんちゃんも少しだけ体験。斧まで使いこなすんですね、おんちゃん。大丈夫？怖い。ですよね。木彫り熊が好きで発祥の地を盛り上げたいと始めた工房。作品には作った人の気持ちが現れると言います。これでいい。おんちゃんとの作品が完成したようです。二人の優しい気持ちが出ているんじゃないですかね。